さて、最初にお知らせしなければならないことがある。ご存知の方も多いと思いますが、セミナラ博士がお亡くなりになり、来週の日曜日に予定されている講義を行うことができなくなりました。そこでセミナラ博士の代わりに、旧友のロン・ホガースが講義を担当することになった。彼はアカシアの資料を調べており、彼女がカバーするつもりだった分野のいくつかをできる限りカバーするつもりだ。 私たちはみんな、この親友の死を惜しんでいる。私は少し前にオハイオで彼女に会ったが、彼女は本当はここに来ることを望んでいたが、長い闘病生活の末、それはかなわなかった。だから私たちはみな彼女の旅立ちを痛み、彼女が私たちにしてくれた多くの素晴らしいことに感謝している。今朝は、多かれ少なかれ現代的な話題である。おばあちゃんの時代には、65歳を超えると引退していた。 彼らは黒ずくめの服を着て、白を少し混ぜて、カメオのピンをつけた。もちろん、眉毛を染めることはなかった。化粧もせず、フラットヒールの靴を履き、ほとんど従来の黒一色の服装だった。そして、ポーチに静かに座って編み物をしたり、時には家族の大切な集まりの司会を務めたりした。これが、来るべき年を迎えるための適切な方法だと考えられていた。 これと違うことをすると、近所から非難を浴びることになる。型にはまらないことがむしろ重要だったのだ。このことは、ギリシャ神話を思い出させる。古い古典、特にヘシオドスの「神闘記」では、天の王国は物質界の王となったサトゥルンに譲られた。彼は神話の中では老神士で、どちらかというと苦しげな表情を浮かべ、細身で歪んでいた。 翼を持つこともあったが、常に脇腹と砂時計を持っており、先生術では当時、65歳を過ぎるとその部分に割り当てられた。もちろん、神話はもう少し先まで続いているが、ほとんどの人はそれに気づいていない。これがしばらく続いた後、木星が土星を切り出して自ら王国を引き継いだのだが、木星は全く違う気質の持ち主だった。ジュピターは哲学的で、その言葉通り陽気だった。 賢明で学識があり、信心深く、自己の向上に大いに貢献し、また抗いがたいユーモアのセンスを持っていた。彼はオリンポスの高みで人類の出来事を観察し、心から笑う人々の長であったと言われている。ギリシア神話によれば、65歳以降の期間は、非常に陽気で、幸福で、賢く、 印象的な人格の支配下にあり、その人格は人生の良いものを享受するだけでなく、学問を楽しみ、知恵や宗教、そして現在の私たちが関係している高等教育のほとんどの講演者であった。さて、スモックや汚染などにもかかわらず、現代の統計によれば、私たちはかつてないほど長生きしている。 今日65歳でビジネスや職業から引退する人が、20年間は何かするのに十分で、幸せで、有益な年月を過ごせる可能性は決して低くない。このような状況の心理が、個人が人生の最良の時期を最大限に活用することを非常に難しくしている。人生の初期には誰もが重荷を背負い、責任を負う。家族や地域社会の世話という問題がある。 多かれ少なかれ、自分の内面を満足させる職業に就く。そして、ついにこの労働から解放される時が来る。多くの場合、自由とは生活水準を大幅に下げ、年金と僅かな社会保障でやっていこうとすることを意味するからだ。これらの要因は、肉体的な救いは保障されるものの、人生の中で最も楽しく過ごすことができるはずの時期に、個人の消費力を制限するものであった。 この老後の問題は学生時代から始まっている。人生は計画的に生きなければならない。自分の気質や性質の変化によるニーズを適切に考慮しなければならない。ただ日々を生き、日々を過ごし、入ってきた資金をできるだけ早く使い果たすだけでは十分ではない。それゆえ、経済的な生活と収入を計画し、若い時に貯めたお金は、 年を取った時にずっと良い時間を過ごすのに役立ち楽しい時間をよりよく味わう方法を知る助けになることを忘れてはならないまたこのような高齢者の生活では貴重な楽しい時間重要なことをする機会により多くの関心を持つ私たちは2つの制約に直面している1つはお金がなくなってしまうこともう1つは将来の計画がないまま65歳前後でこの時期を迎えてしまうことだ 私たちは人生の終わりの数年間はある種の快適さと喜びの中で漂うのが当然だと思っているがこの終わりの数年間は時に非常に長く資金や機会や興味は遅れがちになる。落ち着いて何もせずこれをキャリアに対する特筆すべき価値ある報酬と考えることを完全にいとわず喜んでいた時代この種の考え方は急速に廃れつつある。 ビジネス引退後の数年間をもしその年齢で引退するとしても単なる時間の浪費ではなくセカンドキャリアとして考えるようにならなければならないあの世に旅立つまでテレビの前に座っているだけでは人生を充実させることはできない私たちには時間があるそれなりに健康でチャンスに恵まれた冒険的な時期に備えるべき時に私たちはどうしたものかと考え始める そもそも、誰もが最初から2つのキャリアを持つ人間であるべきだ。1つのことに完全に没頭してはならない。特に、その1つのことに肉体的な限界や経済的な限界がある場合はなおさらだ。例えば、昔の家庭医は老後の心配をあまりしなかった。歩ける限り、引退することはなかった。彼のキャリアは、経済的出世の尺度である60年や70年をはるかに超えるかもしれない。 彼は80歳になっても50歳と同じように役に立ち、同じように幸せで、同じようにせわしかった。しかし、多くの場合、これはあまり幸運なことではない。一つのことで鍛錬を積んできた人は、その一つのことがもはや十分でなくなり、あるいは利用すらできなくなる時が来る。そのため、その人は常に弓に二本目の弦を張っておく必要がある。 これは大学や学校など人生の早い段階から始めることができる。専攻と副専攻があってもいい。自分の興味を多様化させるために2つの異なるコースを持つこともできる。しかしビジネスにはその人を制限し、一般社会からますます孤立させ、受け入れた特定の職業に集中させる傾向がある。したがって30歳、40歳、50歳になったら、 そそろそろ副業を考え始めるべき時期なのだ人々が想像するほど難しいことではない精神科医や心理学者は多くの場合本人がセカンドキャリアを水没させておりこの水没したセカンドキャリアが仕事を始めて以来人生を困難にしていることに気づいている彼は常にやりたいことがありながらそれができなかったりできるとは思えなかったりした どうぞ、あなたは2週間先の講義を話しているのです。会場爆笑タタイイトトルルを間違違えまましたかタイトルが違いますよ。どうですかではこの辺で前にプログラムを見ました。私が見終わった時には皆さんは違いが分からなかったかもしれません。しかし実はここに来て私たちが話している問題の真っただ中にいるのです。私たちにはセカンドキャリアが必要だ。 私たちはこの世界に入ってきて、自分がやっていることから抜け出せなくなり、制限され、制約された状態にある。まあ、この題材を使うのであれば、私たちは悩みのいくつかをこの世に持ち込んでいると言える。実際、私たちの多くはそのほとんどを持ち込んでいると思うが、私たちがこの世に持ち込む悩みはキャリアに現れる。仕事に就くたびに、私たちは悩みに直面する。 学校に行けば、活発で十分な生徒もいれば、制限があって一般的な教育責任さえ果たせない生徒もいる。あるものは生まれながらの楽観主義者であり、あるものは悲観主義者である。その人の潜在的な才能が発揮されるような実際の努力分野が、今住んでいる環境にはないということも十分にありえる。また、その人が前世で時代の先端を行っていて、今もそうである可能性もある。 彼は前世を捧げた未来のユートピアを夢見ており、その収益と憧れを現世に持ち込んでいるのだ。そして、ここに来てから自分の人生をどうするかという問題は、おそらく未完成の仕事の中でも最も重要なものだろう。最初の話に戻ると、私たちは仕事に就き、定年まで働き、そして途方に暮れる。以前の体現にあった脅迫観念が何であれ、もしあったなら、 それは一つの脅迫観念であるが、目の前の状況の圧力によって殺されてしまった。私たちは次第に、周囲の人々の幸福のために、自分自身と自分の目的を犠牲にすることを余儀なくされてきた。私たちはある種の才能を持ちながら、その才能を発揮する機会がなく、結局は経済的な報酬を得るだけのルーティンワークに終始する。 経済的な報酬は重要であり人によってはその職業が満足のいくものである彼らはそれを楽しみうまくやり最後まで続けるしかしここでもまた潜在意識の謎つまり現在の具現化を生み出した潜在意識の謎からどうやって抜け出し自分自身のより大きな部分を満たすかという問題が出てくる 私たちがここに膨大な未完成の仕事を持ち込んでいるのが事実だとすれば、この未完成の仕事は、生計を立てること以上のことに関係している可能性が非常に高い。人間の本性、人間の中の魂は経済思考ではない。肉体には要求があり、ほとんどの人は肉体の要求や満足のために他のすべてを犠牲にする。しかし、それ以外のことはほとんど考慮されていない。 現在のような高度に工業化された世界では、通常の職業についている平均的な人々には、考える余裕も、夢を見る余裕も、より良い生き方を望む余裕もない。彼は今やっていることを続けなければならない。しかしその後、本人が選択しない限り、もはや肉体的条件の下僕ではない時期がやってくる。つまり、この神秘のどこかに、規則正しい存在の重荷を乗り越えた後。 潜在能力へと展開する可能性があるのだ。つまり、私たちは少なくとも15年か20年の人生の中で存在との日常的な接触の中でほとんど表現されることのなかった自分の本性の部分を解放することができるのだ。人はそれぞれ内面的な生命をどこかで表現しているはずだ。 人生の内面的な取り組みを発展させる機会を得ることなくこの世を去ることは悲しく悲劇的なことだがあまりにもよくあることだ。私たちは次第に経済的あるいは産業的な機会の要素に変えられていく。社会保障制度、年金制度、 そそしてて、のののよような性質の事柄の到来によって苦い結末は生存に完全に関与し、制限された収入で何とかやっていこうとし、お金がなくてもできる楽しみを見つけようとするものである必要はない。65歳以前より65歳以降の方が役に立つであろう、途中で無駄になったかもしれない膨大なお金を振り返り、私たちは哲学を始める。私たちは皆、他のどんな方法よりも、 他のどんなことよりも内面的な生活のニーズに対する解決策を求めている。これらのニーズは過去から前進するニーズである。私たちは人間はこの世で生まれ、この世で死んでいくものだと考えている。時代を生き抜いてきた。度重なる文化の変遷を経てきた。数えきれないほどの文明に属してきた。多くの言語を話してきた。多くの道をたどり、ある種の責任と必要性を持って今。 この世に生を受けた。現在の私たちが身につけなければならない性格の最も重要な特質の一つが、差別であることはほぼ間違いない。自分自身の大部分にとって最も有益なものは何かを見極めることだ。私たちが肉体と呼ぶこの小さな物質的な島は、実はスピリチュアルな空間という大会に囲まれ、浸透している。私たちが生き、動き、存在するところには、とてつもない普遍性がある。 この普遍性は私たち自身の中にある途方もない可能性を教えてくれるが私たちにはそれを使って何かをする機会はほとんどなく動機づけもほとんどない私たちがここで行うことはすべて私たちを物理的環境の中にどんどん狭めていく もし物理的な世界環境が幸せな状態であったならもし私たちが疑いなく物質世界で一生かかっても消化しきれないほど多くのことを学べることを証明できたならおそらくこの物理的な状態は価値あるものになるだろうしかしほとんどの場合私たちは学ぶことを妨げられている考えることを妨げられているのだ視野を広げたり理解を深めたりする努力を制限されているのだ 従来の物事のパターンから外れると、私たちは風変わりだと見なされ、罰せられる。私たちはこの世界にあらゆる可能性をもたらし、あらゆる芸術や科学は、もはや現代には存在しないものもあるが、交易のために復活させることは十分に可能である。私たた。ちはまた 成長しようとする大きな上、私たちの存在の相対的なパターンを拡大し、拡大し、豊かにしようとする無限の欲望を私たち自身の中にもたらす。そのためには時間がなければならない、機会がなければならない、これらのことをすることに、かなりの関心を持たなければならない。したがって、私たちは皆、何らかの方法で、思考に使える一定の余暇時間を買わなければならないという事実に再び立ち戻る。 私たちは、思慮深く、知的で、良心的な人間であるという特権を得るために、日々の賃金から支払わなければならない。ただ与えられるのではない。私たちは自分でそれをしなければならないのだ。大半の人は、一日の仕事を終えると疲れて、他のことを考える気力がなくなると言って、何十万時間もの時間を、娯楽でもない娯楽に費やしている。 成長するための時間を計画することは、私が今ここで受け取った2つ目の主題の問題を浮き彫りにする。私たちは必ずしも悩みをもたらすわけではない。私たちはトラブルにつながりかねない態度をこの世に持ち込む。また、私たちは一種の自由をこの世に持ち込むが、それは私たちをトラブルに巻き込む大きな誘因となる。私たちには好きなように行動する権利があり、 それを実行すると、未完成の仕事、規律を書いた態度、無条件の意識レベルをこの世に持ち込むことになる。問題はおそらく、以前の経験不足から生じているのだろう。私たちはそれに対処する能力がないのだ。この世に生を受けた私たちがしなければならないことの一つは、何かを成し遂げようと決意することだ。おそらく考えたくもないようなことを考え始めなければならない。 ある人は、無条件に、無制限に心配する衝動に駆られてこの世に生まれてくるかもしれない。その人たちは、おそらく20年以上の人生を心配症で過ごしてきた。心配すればするほど、心配しなければならないことが増えていく。心配しても、結果的に何の価値も生まないからだ。つまり、有志以来心配症だった人は、日常生活と呼ばれる環境を通して、短い旅に出ることになる。 彼はゆりかごから墓場まで自分自身を心配させ、その過程でおそらく知り合いのほとんど全員を心配させるだろう。心配というものは、次第に彼自身のイニシアチブを麻痺させ、恐れと疑念で彼を満たし、彼自身の心の中にだけ存在する主にを作り出し、ついには肉体だけでなく精神的、感情的構造も巻き込んだ新気象に陥る。そこで、こうだ。 もし私たちが心配性で、心配する傾向があることに気づいたら、すぐにそれを問題として取り上げることだ。始めるのに若すぎるということはない。大になるまでそれが問題だと気づかないかもしれないが、それが不快感であり、建設的な努力の妨げになっていると気づいた瞬間に、それを解決する時が来たのだ。 この世に生まれてくるもう一人の人は、シーザーであったかもしれないし、その院に隠れていたかもしれないし、アレキサンダーの将軍の一人だったかもしれない。彼はただ一つの大きな目的、野心を持ってこの世に生まれてくる。人を動かし、状況を支配し、力強く裕福になり、偉大な実業家や有名な軍国主義者になることを運命づけられていると感じている。 彼は常に自分の思い通りになり、周囲の人々の心を支配し、奴隷にすることを目的としている。夫としてはとんでもない間違いであり、妻としてはそれ以上である。そのため、彼はずっと、自分は他人を支配するために創造されたという過度の信念の犠牲者なのである。まあ、人生の過程で彼は多くの教訓を学び、必要のなかった多くの傷を負ってここから出ていくのだが、おそらく、そしておそらく、 彼が学ぶはずだった教訓、つまり自分の出世を支配的に発展させるのではなく日常生活の責任を優しく謙虚に受け入れ他人の幸福と安全に貢献するという教訓を学ぶことはないだろうつまり彼は自分の性格的なプレッシャーを変えることができず人生を無駄にしてしまったのだそして進学的な傾向が非常に強い別のタイプの人が現れるかもしれない おそらく、多く多のの人生の間、宗教施設にいたのだろう。修道士や修道所であったかもしれないし、世界の他の地域で他の宗教に属していたかもしれない。そして、成長し、学び、助け、奉仕する代わりに、新人深さ、常に祈りを捧げ、経典を読み続け、特定の肉体的な禁欲を実践することが人生を満たすという考えに、ただ落ち着いてしまうのだ。 このような人々は自分自身の本性に関わる現実的な重圧を何一つ解決することなく存在の問題全体を解決することに成功している。この宗教的強度の下、あるいはその周辺には常に社会的適応の問題がある。これらの人々はそれを避け、無視する。 問題に正面から立ち向かい、それを解決する代わりに、日常生活の困難から逃れるために壁や心理的なほこらの後ろに隠れてしまうのだ。このような人々は人生に対処することができず、この対処能力の欠如は適応の教訓を学ぶことにずっと前に失敗した結果である。彼らは成功や建設的な結末に導くことのできない、とてつもないプレッシャーを抱えてやってくる。そしてもちろん、 芸術、音楽、演劇、宗教、哲学、教育、科学のさまざまな分野で、とてつもない激しさを持って生まれるグループも常に存在する。生まれながらの科学者、生まれながらのオペラ歌手、生まれながらの音楽家、数学の天才である10歳の子どもなどがいる。このようなタイプの人たちは常にやってきて、過去の資産を持ってくるが、ほとんどの場合、負債も持ってくる。 このような途方もなく強烈な人たちは、次第に特定の分野の活動に没頭するようになり、人生の大きな問題を忘れるか、無視することを選ぶようになる。彼らは、自分が偉大な芸術家であれば、すべてをやり遂げたと考える。サロンに出店できれば成功だ。どこかの工業製品のために新しいガジェットを見つけることができれば彼らは発明家である。 このような人々はそれぞれ自分の小さな世界を持っており、歴史や電気、そして私たち全員が持っている記録は、これらの小さな世界が必ずしも満足のいくものではないことを示している。私生活が完全な問題だった偉大な音楽家がいる。リヒャルト・ワーグナーのような偉大な天才音楽家は、私生活では信じられないほど混乱していた。彼はそれを解決することができなかった。 そして、発明やそのような性質のものには深みがあるが、家庭の必要性や責任、子育て、日常生活の問題については何もしていない人がいる。そのため、このようなスペシャリストたちは、少しずつ人生の大きな流れから孤立していく。ユーモアを忘れ、生きる喜びを忘れる。自然との接触を失う。変わりゆく世界のプロジェクトに絶望的にのめり込んでいく。あるガジェットの発明者は、 彼がここにいる間は評判になるが、彼が亡くなってから50年後には、そのガジェットは時代遅れになっている。彼は、より良いものを永続させるために何もしていないのだ。さて、最初にお知らせしなければならないことがある。ご存知の方も多いと思いますが、セミナラ博士がお亡くなりになり、来週の日曜日に予定されている講義を行うことができなくなりました。 そこでセミナラ博士の代わりに、旧友のロン・ホガースが講義を担当することになった。彼はアカシアの資料を調べており、彼女がカバーするつもりだった分野のいくつかをできる限りカバーするつもりだ。私たちはみんな、この親友の死を惜しんでいる。私は少し前にオハイオで彼女に会ったが、彼女は本当はここに来ることを望んでいたが、長い闘病生活の末、それはかなわなかった。 だから私たちは皆彼女の旅立ちを痛み彼女が私たちにしてくれた多くの素晴らしいことに感謝している。すべての専門的な職業、すべての専門的なキャリアの背後にはこの世界で生きるという基本的な問題がある。この世で生きるということは役に立つ、建設的な、協力的な人生を送るということである。個人の内なる性質が喜び愛と愛情、尊敬と友情。 そして共通前への相互奉仕を通じて自らを表現する機会を得る人生であるこのような調整について考えてみるとほとんどすべての人が自分自身の中にそのような調整の能力をいくつも持っているにもかかわらずそれを活用しないことが明らかになるむしろ自分の狭い道を歩み続けこの世界を自分が見つけた時よりも良くすることなくおそらくは少し悪くして去っていく このような状況は、輪廻転生を信じるすべての人が直面しなければならない。ブッダが指摘したように、自分がここにいる理由はただ一つ、自分が完璧ではないからだと信じている。もし完璧だったら、ここにはいないでしょう。学ぶべきことをすべて学んだから失敗がないのだとしたら、自然の無限の英知は私たちを再び一般的な状況に閉じ込めることはないだろう。 私たたちがうまくできなななななかっこここととそ、今やららければならないことなのだ。完成しなかったものを完成させなければならない。したがって、ここに個人が存在するだけで、欠点や限界の決定的な証拠となることは、世界にとって疑いの余地がない。もちろん、私たちのところに来て、このことをすべて認めた人たちがいることは知っている。彼らには欠点があると言ったが、それは何の違いにもならない。 彼らやりたかったことをやり遂げたのだから。特に覚えているのは、人生において何一つ成功したことのない人だった。彼らはグランドオペラで歌っていた。まあ、それは楽しくて幸せな目標だったが、この目的のために他のすべてが犠牲になった。それは、ある鋭い決意と野心を実現するための手段だったのだ。今日の優れた経済学者たちは、 この一点突破こそが成功の秘訣だというが、一つのことに成功したとき、その成功は人生のすべてを豊かにするのだろうか。それとも、ただ少しの満足を与えるだけで、不幸の海に囲まれてしまうのだろうか。やっとの思いで歌手になった人は、家庭生活は充実しているだろうか。幸せな結婚生活を送っているだろうか。賢く統率された子供を持っているだろうか。 地域社会で尊敬されているだろうか強く十分な宗教的生活を持っているだろうかもちろん、音楽は他のすべてのものと同様、肉体的な存在に大きく制限される。肉体が疲弊し、能力が枯渇した個人は、自分が持っていると思っている一つの能力を失ってしまう。私たちがこの世界に入ったのは、それまで知らなかったことを学ぶためだ。 最初に話したことに戻ると、彼らはおそらく定年までそのままだろう。彼らはシステムの下僕なのだ。彼らは生活のために組織に依存している。彼らはリーダーの意思に従わなければならない。部長は彼らに何ができるか、そしてしばしば何を考えるかを指示する。彼らはあらゆる種類の重荷を背負っており、その重荷の中心は家賃を払い、食料を持ち、家族を養い。 恥ずかしく困難な立場にありながらある種の満足感を保とうとしているという問題であるそのためこのような人々はほとんどの場合仕事以外のものをほとんど失ったまま定年を迎えることはないだからといって惨めな時間を過ごすわけではない休暇に出かけ家族と楽しい時間を過ごし景色を眺め旅行をする ラジオやビデオゲームなどありとあらゆるものを開発し中にはロックの頂点に立つ者も,もいる彼らは楽しい時間を過ごし座って野球の試合を観戦し芝居に目を釘付けにして座りそれがとてつもない達成だと感じている一生懸命働いてテレビの値段を稼ぐことで彼らは毎晩2時間も3時間もテレビの横あるいは前に座って大抵の場合何の価値もない番組を見る権利を持っている しかし、これがリラックスなのだ。これが成功なのだ。これこそ、その人が勤勉に、時には辛酸をなめて働いてきたものなのだ。まあ、そういうものだ。人はこういうことではあまり変わらない。ある人は素敵で面白い趣味を持つ。社会的な活動をする人もいるし、代償もある。悲惨なことばかりではない。本人は、次と同じようにうまくやっているという一種の感覚を持っている。 しかし、どこかでやはり成長の問題が出てくる。人間は多面的な生き物だ。彼は驚くべき存在だ。人間の可能性と資源は本当に素晴らしい。その人間の全人生が、車のボルトを閉めることに捧げられるというのは、単に正しいとは思えない。この運命にはもっと多くのことがあるはずだ。 彼には存在し、生計を立てる権利があるのだから、自分を支えるためにこのボルトを締めなければならないのは構わない。しかし、彼は生計を立てることによって自分の時間を得る。自由とある種の自由を得るのだ。働いているから家があり、家があるから休暇がある。いろいろな特権もあるが、それを何に使っているのだろうか。工場でボルトを締めている時以上に、余暇に何かしているのだろうか。 狭いいいリスの檻のようなな活動しかしかていない最初の2週間がよぎれば、これほど退屈なことはない。なぜなら、最初の2週間がよぎれば、これほど退屈なことはないからである。何もすることがない個人はこの上なく惨めであるため、自分の役立たずさを忘れさせるためにもっと人工的なことを見つけなければならない。だから彼は、 それが何の意味もなさないことを完全に自覚しながら、あらゆる種類の活動に挑む。しかし、結局のところ、いつまでも座って空を見ているわけにはいかない。そこで、成長する要素が必要なのだ。前世でやり残したことを持ち帰るのであれば、引退後に交代した現役時代を解釈して何かできるはずだ。私たちは今、長年にわたる社会的接触と社会的関与の人生を振り返ることができる。 結婚にどう対処したかを考えるることもできる離婚は必要だったのだろうかと考えることもある子供たちの育て方がもう少し違っていたら高価な車を買う代わりに大切なことを学んでいたらどうなっていただろうかと考えるようになる手に入れた瞬間に手持ちの小銭をすべてつぎ込みビジネスキャリアの最後には数ヶ月以上の借金を背負うことになるのは当然だったのだろうか これは良い人生だだったのだろうか。そのような人生を送りそれについて考えることができるようになった後私たちはまたより良い人生にするために何がなかったのだろうかと考えることができる自分の人生は成長のための教科書なのだから私たちは物事をよりよく使うにはどうすればよかったかを推定し始めることができるそれは私たちに学びを与えてくれる 事件によって学びが終わるわけではない。その出来事を私たちが理解することによって学びが終わるのだ。起きたことに意味があるのではない。起こったことをどう考えるか、起こったことについてどうするか、起こったことから何を学ぶか、それが私たちを成長させるのだ。それゆえに、人はより高い視点から人生を考えることができるのだ。宗教的な生活も豊かになる。 工業化文明の要求に合わせる必要がないため、これらすべてをより重要なものとすることができる。だから、30歳か40歳くらいでこれらのことを理解し始めれば、自然の法則、成長の偉大な法則を満たすために何かをすることができる。この世界には約50億人の人間がいるが、その大半はほとんど何も理解しないまま一生を終えている。大半の人々は、ただ年月をさまよい。 あるものは年月の中で苦しみ、自らの存在理由を理解しようとし、最後には絶望して諦めてしまう。彼らには自分自身の本質を理解したり推し量ったりする真の技術がないのだ。教育のどこかに人々が自分自身を理解するのを助けるコースがあるはずだ。何が問題なのかを探る心理学的なコースではなく、自分自身の中にある可能性を解き放ち、 解放するために何をすべきかを知るのを助ける哲学的・教育的なコースが。例えば、コンピューター化が可能性でないことは明らかだ。コンピューターが存在するずっと以前から、個人は成長してきたし、コンピューターが忘れ去られた後も、個人は成長し続けるだろう。もし彼がそのようなものを学ぶことに全生涯を捧げたとしたら、問題は、彼が以前より賢くはならずに死んでしまうということだ。 次に彼が戻ってきた時にはこれらの器具が使われていない可能性さえある。過去に学んだことで役に立たなかったこと生き残ることができなかったことはたくさんある。しかし過去に学ばなければならなかったことはいかに成長するかということでありそれを学ばなければ残りのすべては間違いであり失敗だったのだ。 私たちは皆未完成の存在なのだから未完成の仕事があるのではないかと薄々疑っているのだとしたら私は皆そう信じるべきだと思う未来には知識や知恵洞察力理解力が必要でそれは何度も何度も体現する中で徐々に発展していかなければならないしかし今こそ自分について他の人が考えていることや持っているものと違うことがあればそれには理由があることを認識すべき時だ それは自己の完全性を達成することと関係があり、それによって私たちは自分自身の内面が持つ驚くべき可能性を制限されることなく開花させることができるのだ。このような真の成長はすべて潜在能力の開花によってもたらされるものであり、単にテクニックを身につけるための具体的な心の教育ではない。成長するのは人間である。その人は本当はどんな人なのか 私たちはその人をどのように知っているのだろうか私たちがそうなりたいと思いながらどういうわけか面識すらない存在とは何なのだろうかおそらくその答えは私たちが今よりずっと賢くなるまで正確にはわからないということだろう。しかしある種の道しるべある種の目印はあるそれは私たちがなりたいと思う人物像を理解する助けとなるものだ。 私たちがなりたいと思う人物像とは、ほとんどの場合、世界の偉大な教師の一人であり、民族の精神的・哲学的指導者となった人々の一人である。偉大な模範となるのは、ブッダ、クジ、キリストのような存在であり、これらの偉大な教師はすべて、私たちが自分の属性、特性、才能を最高の高貴さのうちに認めている存在である。私たち一人一人のどこかに、この普遍的に学んだ存在がいる。 どうすればそこに到達できるのか、どうすればいいのか、それは常に難しいことだが、知性はあまり役に立たないことも私たちは知っている。知性はいくつかのことに役立つ、物事の理由を理解するのに役立つ、自分の記憶の投影を通して考えることを助けてくれる。しかし、何か神秘的な方法でもう一つの力、ハートがあり、それだけが現実を感じ取ることができるようだ。心は 心の働きには限界があり精神的な努力の結果や報酬は往々にして無益であることを教えてくれるようだ一方心の報酬は次第に大きくなり利己主義下道愚かさ嫉妬憎悪これらすべてのものが次第に私たちをより大きな次元の存在へと解放していくだから私たちはみんな自分が不完全であることを知っているからこそこうした方法で助けてくれる何かを探しているのだ もっと何かが必要だということも分かっている。その場合、私たちはどう考えればいいのだろうか最初の考えに戻ると、それを考える唯一の方法は、心がこうした圧力から解放され、自分の考えを持つことを許された時代、つまり将来の野心の圧勢から逃れた心を通して考えることだと思う。80歳の人は、40歳や50歳の人ほど野心家ではない。 野心は堕落を強要しない。野心は、その人の精神的な本質を損なう可能性は低い若い時期の人のように利己的で残酷になったり独断的で横暴になったりすることはない単にこのような年老いた能力は人生の経験によって本能的にいくらか向上しているからである その時期になれば、自分が宇宙に対して何を負っているのか、存在そのものに対して何を負っているのか、そして自分がここにいる数年の間にどうすればその借りを返すことができるのかを、本当に知り始めることができる。ほとんどの人はそんなお金を持っていないし、持っていたとしても払わないからだ。でも、彼には自分の人生についてもっと知る機会がある。 つまり死すべき存在の終わりに近づくにつれて永遠の存在をちらっとかいまみるようになる墓の向こうに何かがあるのなら希望があるもし墓の向こうに何もないのなら私たちは人生を無駄にし無為に過ごしていることになるなぜなら私たちがここで手にし言っていることは私たち自身にとっても 他の誰にとっても、私たち自身の人格の堕落という代償を正当化するだけの十分な永続性を持つものではないからだ。高齢になると、人は自然に考え、不思議に思うようになる。カール・ユングが指摘するように、若い頃に自分を縛っていた無用な重荷を取り払うようになる。それは状況によって助けられる。成長した家族がいれば、その家族はもはや彼に依存していない。 それゆえ老年期を迎えた人は男であれ女であれ思い出によって豊かになり経験によって啓発された特別な時間を持つことになる本人はそのことに気づいていないかもしれない自分を憐れんだり誰かを嫌ったりすることに精一杯で自分が生きている本当の理由に徐々に近づいていることに気づかないかもしれない 肉体的なことの延長にしか関心がない限り、あるいは肉体化された状態で完全に快適だと感じている限り、こうした他の状況は見過ごされるか、無視されることになる。もう少し進んでから、私たちはまた、日々の仕事の中で最もおろそかにしがちな魂の要因は何かと問い始めた。唯一の要因の一つは、出費である。持っているものをどう使うか。 その人の内面にとって重要な意味を持つ浪費や適度な出費の中で私たちは何をしているのだろうかおそらくモハメッドは少なくとも彼が語ったとされるシンプルな言葉の中でそのことを他の誰よりもうまく要約していると思うもしコートが2着あればそのうちの1着を売って魂のためにヒヤシンスを買うだろうこの問題のどこかに魂の価値を購入するという問題がパターン化されている どんなに美しく贅沢な家であっても魂の力がそこになければ家ではないということだ。何かが身への愛、善への愛、他者への無視の奉仕に変換されなければならない。何かが善の善能と私たちの幸福に必要なすべてのものの善知に対する永遠の信仰へと私たちを導かなければならない。 このようなことは、日常生活にこれらのパターンを組み入れる時間があるように、もう少し早い時期から始めるべきだが、ほとんどの場合、その日に十分なことは、その日に過ごしたいことであり、そこで終わりなのだ。しかし、計画的に物事を進めることができれば、私は今、一連の価値観を構築している。表現、行動も積み重ねたい。ほとんどの人は、身をもって生きている。 しかし、人生における建設的な価値はすべて行動によって支えられていなければならない。何かを成し遂げ、技術を身につけ、肉体と精神を鍛錬し、少ないものを犠牲にするような目的がなければならない。私たちは庭の手入れをしなかった。キャリアの世話に忙殺され、雑草が生い茂るのを放置していた。しかしか キャリアの問題がもはや差し迫ったものではなくなった今、私たちは手入れを必要とする家、庭に住んでいる。そのため、自分の人生を振り返るだけで、必要な指示のほとんどすべてを見つけることができる。子どもの頃に何があったかを思い出し、それが困難であったと自分に言い聞かせることができる。ある人はとても明るく美しい子供時代を過ごした。また、非常に困難な子供時代を過ごした人もいる。 明るくて幸せな子ども時代を過ごした人たちは、それをどうしたのだろうか。彼らだけが知っている。不幸な人生を送った人たちは、それをどうしたのか。彼らだけが知っている。彼らはその不幸な人生を乗り越えたことがないのかもしれない。彼らはそれを変換することも、理解することも、そこから教訓を学ぶこともなかった。それは他人の残酷さのせいにしなければならない恐ろしい経験でしかない。 実際、これらの経験、壊れれた家庭不幸な結婚、これらすべてに意味がある。私たちは大抵それを他人のせいにするが、そのほとんどは自分自身の欠点を示している。どう対処したのかそこから何を得て、より良い人間になったのか良い友人を見つけたとき、私たちは何をしただろうかその友人が私たちに押し付けていることに気づいたとき、私たちはどうしたか これらの価値観はすべて私たちに問題を提示し、そのほとんどはその時点では無視されていたが、記憶から復元することで、人生に対する理解を再編成するための教科書を形成することができる。過去にはやり残したことがあり、80年代や90年代、あるいはいつの時代であれ、私たちがこの世を去る時には、やり残したことがあるはずなのだ。すべてを解決したわけではないだろうが、神への信頼、 普遍的な法則への力強さ、倫理や生命の統合性をより強固なものにする方向へ、私たちは確かな一歩を踏み出しただろうか。私たちは、生が死に打ち勝ち、善が悪に打ち勝つという究極の勝利を確信しているだろうか。私たちは内なる強さの世界に生きているのだろうか。その中で、私たちの成長を制限しかねないあらゆる弱点を徐々に取り除いてきたのだろうか。 このような仕事を少なくとも少しはしてきたとはっきり言うことができれば、私たちはずっと良い希望を持って未来に立ち向かうことができる。また、多くの人々が世界をよりよく理解する機会にもなる。特に政治的な問題が非常に緊迫し、危機が至るところで漂っている今、個人はほとんどの人が持っている以上に人間性を理解する必要がある。私たちはその理解の大部分を、報道やテレビ番組、 あるいは情報源による絶え間ない書籍に頼っている。これらの情報源のほとんどは、あまり心強いものではなく、他人の心についてほとんど何も教えてくれない。もし私たちが特定の人たちを好きでなければ、その人たちの中に良いところを見つけることはできない。良いものを見つけられなければ、協力することもできない。少しずつ理解することを学ぶはずの私たちの環境全体が、すべてピントが合わなくなり、 恐れ疑念危険不安の塊になっていく年老いて少し旅ができるようになればこうした場所のいくつかを訪れることができるそれらを理解することができる実際に学校に入学し国際関係を学んだり外交コースを学んだりすることで物事の事実を少しずつ理解することができる大抵の場合私たちは偏見から働き偏見は無知から働く 私たちは社会の大きな動きを理解していない。私たちは社会の大きな動きについて理解しておらず、知的な協力の仕方も知らない。だから私たちは何かを取り上げて、これは良いことだ、これは悪いことだ、と言い,い、どの政治家候補に投票するかを決めるのにひどい時間を費やす。こういうことはすべて私たちが何とかしなければならない。 私たちは少しずつ問題を解決し正しく理解する能力と技術を持った知るメカニズムへと自らを変えていくことができる理解すればするほど人生に協力できるようになる理解度が低ければ低いほどあらゆるものと競争することになるつまり競争ではなく協力こそが人間の内なる成熟の命なのだだから私たちは以前にもここに来たことがあると信じるのがいいという それ以外にどうやって人生を説明するつもりなのか殺人の罪で公主刑になった遠い祖先からある種の否定的な形質を受け継いだという事実からどうやって道徳的価値を見いそうというのか私たちはこの古さこの遺伝が私たちの残りの人生にずっと付きまとうものだと信じているのだろうか私たちを不愉快にし不快にさせたことの犠牲者であり続けるのだろうか これでは宇宙がとても奇妙に見えてしまう。もしこの世界が他人が自分にしたこと以外はすべて完璧で、個人には何の罪もない人々で満たされているとしたら、それは実に驚くべきことだ。あるいはもちろん気にするな、何もなかったんだからと単純に言う別の流派もある。これもあまりうまくいかない。私たちの宇宙のように美しく数学的に正確な宇宙に存在する目的がなかったとは考えにくい。 宇宙が存在するのには理由があり、その宇宙の中で私たちが存在するのにも理由があると考える方がずっと賢明だ。理由の最も一般的な考え方は、アキナスの概念である制限された、あるいは限定された個人主義、つまり各個人が自分の人生と運命を創造する権利であろう。 私たちがここにいるのは、役立たずの傾向を克服するため、あるいは私たち自身が引き起こした災難の大部分を無残に受け入れるためであるらしい。もし理由があるのなら、それに取り組むのは早ければ早いほどいい。バビロニアのどこかにあるピラミッドの一つを誰が建てたのかを突き止めようと一生を費やす人たちがいる。しかし、人間がなぜ自分の人生に対処できないのか、その理由を探る人はまだ少ない。 彼はそれをすすべて不幸な社会的条件のせいだと受け流す頭痛がすれば公害のせい、他の病気なら核分裂のせい、貧しければウォール街のせい、金持ちなのは誰かが損をしたからだ。このような考え方の違いは重要ではない。本当に大切なのは、私たちは決してその一部にはなれない世界を生きているということだ。 私たちが変化している間にも、私たちは変化するる。環境の中で動いていて私たちは覚えていない過去から知的に考えることのできない未来へと向かっている。だからこの命題のすべてにおいて私たちは今ここで学ぶべきことがある。 たたまたまあと15年か20年の人生でこれらのことを学べるのであれば、せめて私たちにできることは、何か良いことを学ぼうとすること、人生の美しさの何かを学ぼうとすること、すべての素晴らしさを理解し始めることだ。水たまりを見るのではなく、光と空を見よう。同時代の政治的策略に関心を持つよりも、一本の木が花を咲かせることに大きな関心を持ち始めよう。人生の不思議を見出し、 その全てから自分自身の目的の不思議さを慰めるようなものを見いだすことができないか考えてみよう。私たちがここにいる理由ははっきりしている。ここにいるのは祝福された特権だからだ。私たちがここにいるのはこれが永遠への道のりの現在の一歩だからである。私たちは長い旅の途中にいる。この日は一日であり、 旅をする人たちのように、私たちは観光名所を見るために香港に行き、バチカンを見るためにローマに行き、ピラミッドを見るためにエジプトに行く。だから、もし私たちがここにいるなら、私たちは観察者なのだ。プラトンはそう言った。彼の職業は何かと尋ねられた。彼は言った。何が起きているのか知りたい。私はそれを理解したいのだ。そして私たち一人一人が何らかの形でそれを望んでいる。 人生から苦しさを取り除き、その理由を見つけたい。私たちは、物事が常に私たちの思い通りにならない理由を理解し、同時にどうすれば少しでも良くなるかを学びたい。私たちは正義や誠実さを見つけたいし、必然的で揺るぎない神の愛の中に、この奇妙な生命の神秘をすべて見出したい。私たちはただ、理由、目的、意味を見つけたいのだ。 私たちは本当に充実した人生を送りたいのであって、自分自身の無知の退屈からの逃避のためにあちこちを探し回ることを強いられたくはないのだ。一般人ができる最善のことの一つは、自分が生きてきた人生を振り返り、自分自身の電気作家になることだろう。どこかで少し休みを取り、自分の人生について意識的に覚えていることをすべて書き出してみるのだ。遡れるところから始めて、 再建と債とと務を書きき記すことができる自分がどのように傷ついたかどのように感じたかを説明できるなぜ自分が理解されていると思ったのか誤解されていると思ったのか大抵は後者であるまたなぜその人と結婚したのか子供の扱い方は正しかったのか相性のいい方法でうまくいったのか家族そのものに親密さはあったのかそれとも夫婦間の競争だったのか 新しく生まれてくる子どもたち、孫たちに対して、私たちは何か役に立つことができるだろうか。一日一日、自分たちのしたことの何が正しくて、何が間違っていたかを知り、そこから成長するためにはどうすればいいのか。私たちは自らの人生を、途方もなく複雑な手順や機能を記録する実験室にすることができる。 そうしているうちに、やり残したことがたくさん見つかり、20年後でもやり遂げられる可能性は低いかもしれない。しかし、私たちは始めることはできるし、生きることの大切さと呼ばれるものに徐々に気づくことができる。林樹道はこのテーマについて、生きることの大切さという本を書いている。他のすべてに関係なく、生きているということは、人生の神秘的な流れの中で非常に重要な経験である。 したがって、生きることの重要性を見出すには、生きることが何かを教えてくれるに違いない。もし墓の向こうに何かを持っていくとしたら、もしあの世での人生があるとしたら、今やっていることのほとんどは墓の向こうではあまり意味をなさないことは明らかだ。私たちは世界で最も偉大な銀行家になるかもしれないが、銀行がないところでは、これは特に重要な業績ではない。 自分が史上最高の芸術家だと思い込むかもしれないが、想像そのものの思考の芸術性を理解したとき、謙虚さに引きずり下ろされるだろう。私たちは、自分が偉大な国家の支配者であり、次々と国家を征服し、すべての国家を統括する構想になったと思うかもしれないが、向こうには支配すべき国家もなければ、私たちのために戦いを挑む軍隊もない。それなら他の分野に行けばいい。 私たちはとてもとても懸命に学んだ。自動車がどのように始まり、どこへ行き、どのようにして金に値するアンティークカーを数台手に入れることができたのか、そしてオーナーとして私たちは有名人なのか、自動車の歴史に関する素晴らしい本を書けるように、私たちは可能な限りのことをした。私たちがここから出発した後、このすべてが何を意味するのか何もない。 私たちが持ち帰ることができるのは、おそらくアンティークカーの歴史の記憶だけだろう。しかし、空と雲と生命の神秘が広がる場所では、誰も気に留めない。そこに未来はない。私たちが何かを知っているから未来があるとしても、そこにいる他の誰もがそれを知っている可能性が高い。世界の新しい一日のための紹介状となるような、本当に持っていけるものは何だろう。 万人のの賛同を得られないものは何だろう。私たちの誰もが別の人生へ持っていくことができるのは社会と建設的な調整を行った自分自身だけであるもし私たちが高潔さや価値観を身につけていればそれを持ち帰ることができる学んだ教訓を持ち帰ることもできる 私たちはまた、私たちが学んだり探求したりした宗教的な強度のさまざまな価値観や、私たちに大きなビジョンを与え、私たち自身の魂に人生の統合性を回復させるような行為に役立ったものだけを持ち帰ることができる。しかし、ほとんどの人はそのようなテーマを勉強する時間があまりない。たとえ時間があったとしても、あまり勉強してこなかった。 時間がががたくさんあるるるうちに何が可能かを理解し始めることができる私たちが行う善行が私たちをより良い人生へと導いてくれるかもしれない私たちが果たさなかった約束には何の価値もないが自然界における善なるもの価値あるものはすべて同胞の生き物に奉仕するという人間共通の愛の中で共有されている。 奉仕に人生を捧げている個人は、最も豊かな人生、最も有意義な人生、人生に対する温かく静かで優しい共感が指針となっている人生を送っている。そして、ほとんどの人が陥っている恐ろしいほどの慌ただしさから抜け出し、落ち着くことができたとき、私たちは、自分が関与したために疑うことを学んだ世界を愛し始めることができる。 私たちはまた私たちを傷つけた人々の性質を通して理解し始める。彼らが私たちを傷つけたように私たちも知ってか知らずか他人を傷つけていることに気づくようになる。多くの場合それは無知によるものだ。傷つける力がありその力を使っている限り私たちは賢くない。私たちが善良であることができるのは他の何者にもなれないからである。 だから私たちは目的や未完成のプロジェクトという形で自分自身の中に残っているものを少しずつ他人の中に許していくことができる。カルマの人生を持ってきたとしてもそれは構わない。カルマは持ってきて損はないものだしおそらくこれからしばらくはカルマと向き合わなければならないだろう。 このことを理解する最善の方法は少なくとも多くのことを考えた人たちによれば、人類の生命波はおよそ800回の転生で機能するということだと思う。言い換えれば、私たちは800回ここに来れば、いろいろなことができるということだ。もちろん、現時点ではまだ800回が始まったばかりではない。おそらく、いろいろなことをかなり熟考するようになれば300回は戻ってくるかもしれない。 古代人が犯した非常に粗雑な過ちの多くを取り除いた今私たちは自分たちが犯している洗練された過ちに取り組まなければならないしかし個人は少しずつそのために作られた美徳の力を獲得していく物事の未来のどこかで個人は今以上の存在になる今よりももっと重要な存在になるのだ彼は宇宙を貫く指導者統治者従者の偉大な連鎖の一部なのだ 彼は宇宙のすべての星、すべての宇宙、その中のすべてのダークホールを含む偉大なシステムの一部である。彼は延々と続き、勝利の運命を持つ何かの一部なのだ。彼自身の中にある魂は、成長することで、いつか呼び出され、報いを受け、良い忠実な僕であったと告げられる。今、彼は報いを受けるのだ。忠実な僕となることは、私たちをどこに導いてくれるのかわからない。 もしかしたら宇宙へとつながっているのかもしれない。いつの日か私たち一人一人が星や惑星に責任を持つようになるかもしれない。もしかしたら私たち一人一人が自分自身の中に生命の秩序全体を想像するかもしれない。そして親切な両親や過去の偉大なブッダのように座って瞑想し自分自身から出てきた魂を守るのだ。 考えてみれば、私たちは相当いい存在ではない。なぜなら、私たち一人一人が自分の中に、空の星よりも多い、自分に依存している存在たちの種族を抱えているからだ。すべての細胞、すべての原子は小さな世界であり、人間はそれを支配している。先生政治は彼自身の肉体とその中のすべての生命を破壊するが、いつの日か彼自身の魂から生まれた、彼自身の一部であり、 彼もまた解放へと導かなければならない創造物を滑ることが彼の運命となるかもしれない。これらのことはすべて人生の偉大な哲学や思慮深さの一部であり、少し静かに座っているときには、潜在のコマーシャルを少し犠牲にして、これらのことについて考えることができるかもしれない。それもいいかもしれない。また、私たちにインセンティブを与えてくれるかもしれない。 なぜこのようなことをする必要があるのかを証明してくれるかもしれない。なぜ私たちは、ただここから出て、横になって、永遠に眠ることができないのだろう。なぜなら、自然は何百万年もの間、暗号のように物事を終わらせるために働き、構築することはないからだ。存在するすべてのものが無目的であると考えることは不可能であり、すべての目的のあるものは進化し、 その存在目的をより多く明らかにしているるる。とと考えることも適切である私たちは皆、少しずつ、自分自身の目的の完全性へと成長しているのだ。それはまだ遠い先のことかもしれないが、私たちは状況によってジャングルからジャングルへと追いやられた孤独な生き物ではない。私たちは偉大な人生の波の一部なのだ。 戦争が私たちの青春を削り、あらゆる種類の専制政治が物事の自然な成長を妨げると思われるとき、私たちは何も破壊されないことを悟らなければならない。失われるものは何もない。無駄な教訓や価値のない教訓はない。どんな苦しみも、何のメリットもない。すべての背後には何かがあり、このことを早く理解し始めれば始めるほど、私たちはより幸せになり、より役に立つようになるだろう。 そうすれば65歳から80歳あるいは85歳や90歳それが何であれ私たちは本当に完全な人生を突き上げることができる肉体的な存在の前半は生計を立て後半は人生を立てるそのようにすればそれはとても価値のあることかもしれないし多くの慰めをもたらし人々をより親密にしより立派により愛情を持って互いに奉仕し合うことができるだろう 私たちの中の魂は生きるものすべてを救うことを目的とする偉大な宇宙の魂の一部となることを永遠に求めている。私たちは救われるために生きているものの一部であり、それがすべてである。私たちはまたやがて無限の救済の魂の一部となる力の一部でもある。これらのことを考え始めると、思考が延々と続き、思考に終わりがなくなるからだ。 そのすべての思考が美しく、明るく、役に立ち、希望に満ちている限り、人生をより良いものにし、健康を維持することができる。高齢になっても心理に奉仕することに忙しくしている人は、座って何もせず、自分を憐れんだり、自分の存在を悔やんだりしている人よりも病気が少ないだろう。 善良で建設的で理想主義的な態度は、機能を維持し、私たちが生きる物質的な生活をより幸福で賢明なものにするのに役立つ貴重なものである。幸福で悟りを開き、献身的な人間ほど役に立つものはない。ビジネスという闘争を戦い抜いた後にそれが達成できれば、その時点で私たちは完全な人生を手に入れることになるが、それまでは望まれることがかなり多い。 寿命がほぼ確実に伸びている現在、さまざまな問題はあるにせよ、50年前より3から5年は長生きしている。その余分な年数は、単に社会保障で暮らせるからというだけでなく、人生の大半を挫折させてきた産業パターンに完全に縛られることなく、生き、考え、夢み、希望を持ち始めることができるからだ。そして私たちが学ぼうとし、 知ろうとしているように勉強する人は皆幸せに未来に立ち向かうことができるという事実の中に勉強の価値の証明を見出すだろう。 その使い方を知れば、それは美しいものであり、その使い方を早く知れば知るほど、より実り豊かで、より価値のあるものになり、努力の代償がどうであれ、その果てに普遍的な兄弟愛が達成され、人間が自らの精神的資源を開花させるのであれば、それだけの価値があることは明白になる。さて、今朝はこれでおしまいかな。今朝は公園が2つもあっておめでたい。 午前中に2回も私の講演がある人はそういないだろうから、そういうことになるのだろう。さて、ここで私の妻と彼女の仕事に関連して少し発表したいことがある。ほとんどの方はご存知だと思いますが、彼女は新しい時代の誕生に対処するという非常に深刻な問題に関心を持っており、それは必要なことなのです。17世紀には新時代が訪れ、中世の悲惨な圧力から人間の心を解放した。 私の妻は、この特別な問題について50年近く研究し、考えてきた。今朝、テーブルに置いてあるのは、新しい時代の誕生への除雪という小冊子です。現在、この4巻は入手できませんが、最初の2巻の出版前コピーは図書館でご覧いただけます。これは彼女の研究の最初の側面に関するもので、入手可能である。このパンフレットはギフトショップでお求めいただけます。 新時代の誕生という大きな問題、そして混乱と複雑さが積み重なっていく中で必要な、より良い生き方をどのように徐々に築いていくのか、ということに興味を持っていただければ幸いです。それでは、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。